はい、こんにちは、まろです。今回はですね、僕がずっと待ち望んでいた iPad Pro 用ケースが発売されたので、紹介したいと思います。それがこちらですね。よいしょー。はい、こちら、ピタカマグイージーケース for iPad Pro でございます。ガジェッターの中で超人気のね、ピタカの iPad Pro 用ケースでございます。ピタカということでカーボン柄でアラミド繊維でできた iPad ケースですよ。でこれね、僕ね数年前から発売してほしいと動画でお話ししてたんですよね。僕カーボン柄大好きだからさ、 iPad 用にカーボン柄のケースずっと探してたんですよ。探してたんですけども、昔の iPad とか iPad mini にはカーボン柄ケースって結構あったんですけど、今のモデルって全くなくて、で僕ねこのピタカのアラミド繊維のねケースすごい気に入ってたから、ピタカさんこれの iPad 用出してくれないかなっていうね話を以前動画でさせていただいたんですけども、そしたらですね、今年ようやく発売されましたよと。というわけですね、こちらピタカの iPad ケースを使って、今回はですねこの iPad Pro 最強装備にしてみたいと思います。それではですね、早速開封していきたいと思います。このパッケージもね、この口が磁石になってるんですよ。結構よくできてる。それではオープン。ほい。うわー、すげえ。マジかマジか。でかいアラミの繊維のケースですよ。うわー、これ興奮すんな。ほら iPhone と比べてもこの差ですよ。いやー、いいねいいね。この柄ほんと欲しかったんですよ。 iPad をねカーボン柄にするにスキンシールとかね、あんなんしか今ないですからね。こういうケース待ってた。でこのアラミド繊維のね手触りがまた良くて、表面サラッサラなんですよ。サラッサラ、めっちゃいいじゃんこれ。裏面はねポリカーボネート製みたいな、このカチッとしたねケースになっていて、ちょっとザラザラした手触りになってるんですけども、マイクロファイバーみたいな素材で覆われたりはしてませんね。でケース自体も薄いわ。薄いからこうやってね柔軟性も備えてんので、カメラの部分ね大きく切り替えてまして、ボタン部分もこれポリカーボネート製ですかね。ちょっとボタンが中心でつながっているような、この辺ねちょっとチープな感じはしますけども、ボタン部分も柔らかいですね。そして今回ねこのケースの嬉しいポイントなんですけど、このスマートコネクターと接続するね端子がついてるんですが、そうこのケースこれをつけたままマジックキーボードとかスマートキーボードフォリオが使えちゃうんですよ。そのためのケースなんですよね。だからこれをつけたまま純正アクセサリーもしっかり使えるということですね。いやー、めちゃくちゃいいじゃないですか。でかなり薄くて、このアラミド繊維がめちゃくちゃ軽い素材なんで、重さどうでしょうか。重さがですね 86.5g。 まあ iPad のこのサイズのケースだったら軽い方じゃないですかね。 iPad のケースだったらだいたい150g とか 200g ね超えてくるものが多いんですけども、そういったものと比較するとかなり軽量でございます。ピタカはもともと iPhone のケースが軽くて有名ですからね。それではね iPad Pro 本体に取り付けてみたいと思います。これ絶対ブロガーのゴリミーさんとか買ってるよね。カーボン柄で全て統一してはるし。よいしょよいしょ。パチッと取り付け方もね非常に簡単です。気持ちよくパチンとはまり込んでくれます。サイズはバッチリですね。で実際装着するとこんな感じ。わー、いいねいいね。このスペースグレーとアラミの繊維の柄がめちゃくちゃマッチしてるね。うわー、これねこれつけたいがためにこの iPad Pro 11インチもね買い直したくなってきた。やっぱりカメラねこうちょっとシングルレンズだと浮いちゃってるからね、ここもピタッと合わせたいよね。うわー、かっけー、いい、めちゃくちゃいい。こんなケースがずっと欲しかった。もうこの手触りが最高。さらっとしていて気持ちよくて、そしてアラミド繊維ですからね、鉄の5倍の強度を持つ素材ですからね、もう見た目質感ともに文句なしでございます。でよーく見るとこの端っこの方を切り替えたデザインになってます。これスマートキーボードフォリオとかマジックキーボードにもつけれるように、干渉しないようにですねここオープンになってると思うんですけども、そしてボタンはですね、押し心地もかなり軽快ですごくコントロールしやすいですね。そして上部はねスピーカー部分を大きく切り替えていて、マイクの部分もね、丸く切り替えたデザインになってます。こちら底面なんですが、底面も一緒ですね。スピーカーホールの部分を細長く切り替えていて、あとは USB-C 端子のね、部分を切り替えた設計になってます。これサードパーティー製のね、ちょっとこの幅がでかいね USB-C ケーブルなんですけども、こういったものでも問題なくね、装着することができます。でカメラ部分はですね、四角く切り替えていて、ちょっとね縁が盛り上がったね設計になってます。ケース自体がかなり薄いですからね。ですからこのカメラレンズよりもこの縁が若干ね、高くなってるんで、こうやって地面に置いた時でもですね、レンズが直接触れることはありません。でディスプレイの縁も若干ね高くなってますんで、ガラスフィルム1枚貼っても少しこの縁の方が高くなってるんじゃないかな。僕基本 iPad にはねガラスフィルムは貼らないんですけども、裸の状態だとねこうやって地面に置いてもディスプレイが直接擦れることはないですね。そして Apple Pencil を取り付ける部分、ここもですねポリカーボネートに覆われているんですけど、こうやって Apple Pencil を装着すると、このようにちゃんと認識してくれて充電もしてくれますね。この側面が干渉して充電できないっていうことはありません。反応も悪くないです。ですから本体にこうやってペンシルをしっかり貼り付けることができますね。磁力もですね弱まってる感じはしないですね。この取り付け部分がねくぼみ状になっていて、他の部分よりも薄く作られているので磁力もしっかり保っています。そしてこれ全てね、ピタカ製品で揃えてみたんですけども、iPad Pro と、iPhone、そして AirPods のケースですね。いやー圧巻ですね。これはカーボン柄ファンにとってはもうたまらない。めちゃくちゃ上質で高級感がございます。そしてそれだけじゃございません。こちらね、スマートコネクタ用の端子がついてますので、こういったマジックキーボードとも併用して使えるわけですよ。このパネルにですね強力な磁石が内蔵されていて、マジックキーボードなんかにねしっかり取り付けができるということなんですけども、さあ果たして本当に取り付けることができるんでしょうか。ほい、おー、マジックキーボードにも問題なく貼り付きましたね。磁力もねかなり強力で、結構ねバチッとしっかり貼り付いてくれます。そしてこうやって閉じるとですね、ケースの厚み分歪んだりはしてないかなと思ったんですけども、全然大丈夫ですね。少しね厚みはアップしたかなっていう印象はあるんですけども、全然ケースの厚みで浮いたりだとか歪んだりっていうのはしてませんね。非常にビシッと綺麗に装着できてます。おお、互換性はバッチリですね。そして iPad のアクセサリーで皆さん気になってるのが、この側面むき出しっていうところね。スマートキーボードフォリオとかスマートフォリオとかもそうなんですけど、この側面がねむき出しになってるんで傷心配っていう方が多いんですけども、そういった部分もですね、しっかり保護してくれてます。こういったケースと併用すると全体をですね、しっかり保護してくれる設計になってますね。このようにですねタイピングもしっかり反応してますし、このようにトラックパッドもしっかり反応してますね。そしてアップルペンシルを使いたい時はこうやって取り外して使ってもしっかり本体は保護されてますよと。ちょっとこの下の部分だけねむき出しにはなってますが、取り外して簡単にですねタブレットモードにチェンジすることができます。もちろんですねスマートキーボードフォリオでも使用することはできるんですけども、スマートキーボードフォリオはもともとねタブレットとして使いやすいので、そこまで併用する意味はないのかなと思います。側面ねしっかり覆ってくれるっていうメリットはありますけども、スマートキーボードフォリオでもキーボードがしっかり認識してくれております。そしてこのようなねスマートケースでも使用することができます。これもですね変にケースの厚み分浮いたりだとか歪んだりっていうこともないですね。しっかりね側面まで全体をね保護してくれております。特にこのマジックキーボードとの相性が最高ですね。タブレットとして外した時も全体をねしっかり保護してくれてるんで、マジックキーボードのね弱点をしっかりフォローしてくれております。一つね残念なところが、こちらねこの間動画の中で紹介した iPad Air 4世代スカイブルーなんですけども、筐体のね横幅と縦幅 iPad Pro と変わらないので、こいつとも互換性あるかなと思ったんですよ。ちょっと厚みはね Air の方が 0.2mm ね分厚いんで、この辺どうかなと思ったんですけど、互換性いけるんじゃないかなと思ってこいつ購入したんですが、装着するとですね、装着自体はできるんですよ。素材が柔らかいから一応フィットはするんですが、プロとエアーの最大の違いはこの電源ボタン。今回のエアーね、電源ボタンにタッチ ID がね、内蔵されてるんですけども、この電池ボタンがね、覆われてしまうので、タッチ ID が使えなくなっちゃいますよと。もうこれは致命的でございます。そして電源ボタンの大きさもですね、プロとエアーでちょっとサイズに差がありますので、その分このスピーカーホールがちょっとずれてて、まあ一応フィットはするんだけども、ちょっとこのスピーカーホールの一部分がね、このケースに隠れちゃったりします。通り付けはできたんだけどね、ちょっと互換性ないのは痛かったですね。僕使えるもんだと思ってたわ。この電源ボタンとスピーカーホールの部分ね、大きく切り替えた設計だったらまだ使えそうだったんですけどね、ちょっと残念。はい、これでですね、僕の iPad Pro がようやくね、理想のスタイルになりました。普段はね、こうやってマジックキーボードで使いつつ、そして必要な時はね、こうやって取り外して、はい、タブレットとして持ち歩くと、カーボン柄が超絶美しい、触り心地もいいので、手に取っていてもこうワクワクしますね。純正アクセサリーと併用できるかっこいいね、ケースを探してる人にとっては超おすすめです。というわけでですね、こちらピタカのマグイージーケース iPad Pro 用を紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。もう本当僕がずっと望んでたね、理想のケースなんで、もう最高に嬉しいです。ただケース単体としてはこういったむき出し部分も多いし、まあ、薄いし落下の衝撃なんかにも強くないのでね、そしてディスプレイの保護能力なんていうのも低いですから、ケース単体として使うにはあまり向かないですけども、やっぱりマジックキーボードのお供に使うのがベストですよね。あとね、サイズがね iPad Pro 11インチ用しかないんですよ。先ほど試したみたいに Air と互換性があったらまだ良かったんですけどね、最近 Air 購入された方も非常に多いと思いますし、アクセサリーをね探してる方も多いと思いますし、ただ残念ながら互換性はないですし、僕がねメインで使ってこの 12.9 インチ用のサイズもないんですよ。で当然無印だとかミニとかのサイズもございませんと、この辺がちょっと辛いですね。めちゃくちゃいいケースなだけに残念です。ぜひね、ピタカさんには無印 iPad とかね、ミニ用だとか、エアー用もですね、発売してほしいなと思います。そしてもう一つ、お値段がね、Amazon で7000円オーバーと、非常に高額になっております。もともとね、このアラミド繊維の製品っていうのがそもそも高いですし、こちらの iPhone ケースでも大きさ全然違うんだけど、5000円超えてますからね、決してリーズナブルとは言えません。ただね、こう持ち物をね、ピタカ製品で揃えると、もうめちゃくちゃね、テンション上がりますので、iPad Pro 11インチをね、愛用してる方は概要欄にね、リンク貼ってますので、気になる方、一度チェックしてみてください。参考になりましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。